皆さんこんばんは、ガランダです。トランスポートフィーバー2ジオラマプレイで都市開発、今回は車両基地のある風景を制作します。こちらのトランスポートフィーバー2ジオラマプレイで都市開発動画シリーズでは、トランスポートフィーバー2というゲームの中で手動で建物や小物類を配置することによりジオラマを制作するように街並みを表現するという遊び方をしています。動画の舞台となっているのは水木市という架空の都市です。水木市については動画の概要欄に説明が載せてありますので、そちらをご確認いただければと思います。それでは動画本編参りましょう。まずは今回制作を行ったエリアの完成風景をご紹介いたします。今回制作を行ったのはこちらの水木電車区を中心とするエリアです。水木電車区は隣接して車両の整備工場も持っている、それなりに規模の大きい電車区という設定にしています。また水木電車区の北側には隣接して自動車メーカーの工場があります。自動車メーカーから製品を出荷するための専用線が設けられているという設定です。今回作業を行ったエリアの概要は以上です。動画の後半で再び完成した風景をご紹介しますので、ぜひそちらも合わせてお楽しみいただければと思います。それではここからはゲーム内での実際の制作風景をご覧いただきます。今回開発を行ったエリアは画面左手大きな土地が余っていますが、この水木駅西側のエリアを車両基地等で埋めるという作業を行っております。車両基地を制作するにあたってこちらのモッドを使っています。こちらのモッドに含まれている留置線の形の駅のパーツがあるんですけれども、この留置線を配置してですね、そこに線路をつなげてあげることで実際に留置線としての機能を持った車庫を制作することができます。なのでこちらのモッドをまずは配置をしまして、でこのモッドに合わせるような形で、他の線路をつないでいきました。車庫の中には入庫線と出庫線というものが必ずあります。どのルートを通って電車が車庫に入ってくるか、また電車が車庫から出ていくときにどのルートを通っていくかというのが決められているんですね。そういったルールを頭の中で、決めながらですね、なるべく違和感のないような線路配置を目指しました。車庫全体の線路配置はだいたいこんな感じになっています。車庫の奥には長く伸びる引き上げ線があり、車庫の中で車両の入れ替えなどをするときに使うという形になっています。それでは線路配置ができましたので周辺の装飾を行っていきましょう。車庫のまずは建物ですね、メインの建物があるあたりをコンクリートで塗装していきます。当然電車区ですから、ここには電車の運転士さんであったり車掌さんが休むための事務所があるんですね。そのエリアを、あらかじめ組みて、そこはコンクリートで舗装しました。そして車庫内ですね、線路の間などはここは人が通るところですから、踏み固められた地面のイメージで少し、普通の地面よりも色が濃いめの灰色の地面を使って塗っています。車庫のメインの建物には駐車場を設けます。まあ、当然ここで働く運転士さんであったり車掌さんといった方々はですね、車で出勤されるでしょうから、そういった方々のための駐車場を設けております。メインの建物はこちらのモッドに含まれているものを使用しています。車庫の中の移動はですね、実際の車庫などでも自転車を使うことが多いとのことですので、詰め所の脇には自転車置き場を配置しました。また運転士さんや車掌さんが列車から乗り降りする際に使う踏切も配置をしています。ということで大体の装飾ができましたので、経路設定をして実際に車庫に列車を入れてみます。車庫への出入りはこのような地下トンネルを使って行う形式としました。こちらは動画の後半、完成風景ご紹介の時に実際の入出庫の風景をご紹介できればと思います。一通り電車の経路設定が終わりましたので、引き続き装飾を行っていきます。現在置いているのは車庫の明かりを取るための電気灯ですね。日本の車庫にはもうちょっと鉄塔のような形の照明灯があるのが一般的ですけれども、そういったアセットプロップ類はありませんので、ここはですねヨーロッパ型の照明灯を配置をしております。工場の周辺も車両などを並べて装飾をしております。この工場周辺にはですね、電気機関車を多数配置して、まあ、ちょっと使われてるかどうかはよくわからないですけれども、いろいろとごちゃごちゃとした雰囲気に仕立てております。それから車庫の北側、自動車工場の方も整備をしていきます。まず自動車工場本社の建物を配置しました。これは同一の建物を縦に重ねることで背の高い建物を表現しています。正面のガラス部分も同様に縦に重ねて、ガラス部分が縦に伸びている様子を表現しました。自動車工場はかなり、周りはクリーンなイメージで作っています。最近はですねエコカーなども登場しておりまして、
こういった自動車工場にもですね、クリーンさが求められる時代かと思います。実際のヨーロッパの自動車メーカーの工場なんかを見るとかなりクリーンな色合いでまとめられていることが多くありますので、そういったイメージで、この周辺は綺麗に仕上げております。一方で自動車工場の裏側はですね、当然物を作っている工場ですから、それなりに雑多に物が配置されているのが通常です。こういったアセット類は非常にモッドが充実しておりますので、小物類なんかを選んで配置をしていきます。こんな感じで少しごちゃごちゃっとした雰囲気を目指しながら小物類を配置していきました。こちらには木を植えていきます。これは引き続きクリーンなイメージが、求められる表側ですね。こんな感じで自動車工場周辺も作業が完了しました。ということでですね、作業風景の紹介はこんな感じで以上となります。実は今回ほとんどの時間は線路敷いてましたので、あんまりその特筆すべきような紹介すべきような作業風景がないので、まあ、作業風景のご紹介はこんな感じにしておいて、ここからはですね、もう一度完成風景の紹介、そちらの方を行っていきたいと思います。まず完成した車両基地周辺の前景はこんな感じです。まあ、遠くから見た感じ、かなり実際の車両基地の雰囲気が出たんじゃないかなと思っています。こちらが車両基地の詰め所、メインの管理棟になるところです。周辺にもごちゃごちゃと小物類を配置して、生活感のあるというか生きた建物であるということを演出しています。それから実際の車両基地なんかを見ると、結構小さな小屋であったりとか作業用の工場みたいなものがあちこちにあったりしますので、そういった小屋や小さな工場類も、隙間に並べて配置をしたりしました。一部の工場にはシャッターが表現されているものがありましたので、そこに線路を引き込んだりしていろいろと表情をつけるような形で作業を行ってます。実際の車両基地への入庫風景を見てみましょう。こちらは水木駅です。水木駅に到着して車両基地に入る電車は地下トンネルの方へと入っていきます。この地下トンネルは水木駅と水木貨物駅を結ぶためのものでしたけれども、トンネル内で分岐させて車両基地への回送線を敷きました。到着した電車はこのように地下トンネルへと入っていきます。そして地下トンネルを抜けた電車は車両基地の方へ入っていきます。ちょうどこちらの黄色い電車が入庫する電車です。車両基地内には入れ替え信号というものがありますので、そちらの指示に従って進路を決めて進んでいきます。所定の車庫へ電車が戻ってきました。この後停止位置まで進んで、ゆっくり停止をします。周りの電車などもすべて経路設定で車両基地へ入ってくるような設定をしております。このゲームですね、ダイヤ設定はモッドを入れないとできないんですけれども、積むまで待機という設定で待機時間を設定することができます。この待機時間設定を長めに設定することで、このようにですね、車両基地の中で整備を受けている車両というものを表現することができます。さて、所定の時間待機したら電車は出庫していきます。出庫の風景も見ていきましょう。出庫ルートですけれども、先ほどの入庫と同じように地下トンネルを経由して水木駅の中へ直接入るというルートもありますが、もう一つですね、こちら今特急電車が出ていくルートで、直接 JR の本線へと出庫するルートも設けています。これは地下トンネルがですね、貨物駅と共用であるため、どうしても列車本数が多くなってしまい待機時間が発生してしまうことからですね、地下トンネルを経由しないルートも必要だろうということで、整備をされたものになっています。こちらから出庫する電車は一旦本線の前で一旦停止をして、信号機の指示に従って水木駅へと入っていきます。特急電車であったり編成の長い列車はこちらの出庫線を使って出庫していくことが多くなっています。ということで出庫の風景でした。車両基地の中の風景ですね、もう少し見てみましょう。車両基地は隣接して保線基地も持っています。こちらの保線基地では現在保線車両に交換用の線路を積み込みを行っているところです。この門型クレーンのアセットが保線基地らしさをすごく出してくれていいですね。こちらは車両工場です。隣接して車両工場として設けられていますが、実際にはですね、架線が張られていないことから電車の整備はあんまり行っていないような雰囲気となっています。煙も出ておりませんので、そこまで稼働率の高い工場ではないのかもしれません。工場の脇には古い車両たちが並んでいますが、残念ながら一部には落書きなどもなされています。こういう風景もヨーロッパの車両工場などでよく見られるので、そういったイメージで制作を行いました。車両工場のすぐ裏手にもですね、古い車両がたくさん並んでいますが、
一部にはですね、レンガ敷きの部分がありまして、どうやらここは車両を解体などするときに使うような場所のようです。工場本体はこちらのモッドに含まれているアセットを使用しています。ということで車両工場の紹介は以上です。続いて自動車工場専用線の方を見ていきましょう。こちらが自動車工場の専用線です。ちょうど貨物列車が通過していくところですね。自動車工場としては少し規模が小さく感じますので、これはまた次回以降の動画の中で、向こうに道路が見えると思うんですけれども、その向こう側には広大な土地が余ってますから、こちらにですね、もう少し工場の建物なんかを配置していきたいかなと思っています。自動車工場であることを主張するために、工場の近くには車運車ですね、車を運ぶための貨車をたくさん並べて、見ました。こちらの専用線を使って実際に自動車の出荷をゲーム内でも行ってもらってます。ゲーム内に自動車という産業はありませんので、ここで製作しているのは機械ですね、鉄と板材を搬入して製品として機械というものを出荷してますけれども、この機械を運搬するための貨車としてこの車運車がモッドとして公開されておりますから、これを使ってですね、自動車の運搬というものを表現してます。こんな感じで車運車に機械を積み荷として入れると、自動車の絵が表示されますので、自動車を生産して輸送しているというような風景を作ることができます。さてこの電車区ですけれども、少し水木駅からは距離があるんですね。そこで水木駅の駅員さんであったり職員の方が、この車両基地に用があるときにですね、不便があってはいけないということで、職員輸送列車というものが運行されています。こちら詰所の前に停車している茶色い電車がそれです。昔国鉄時代に作られた古い電車が今でも残っているという設定にしています。この職員輸送列車は車庫から出てくると水木駅の西の端にある職員輸送列車のための小さいホームに停車をします。こちらが職員輸送列車のためのホームです。で、職員の方がここから職員輸送列車に乗り込んで車両基地へ向かうという形になっています。当然ここは水木駅の真っ只中ですから、上下の JR 線であったり貨物列車が多数走っていく、そんな中をですね、1両編成の小さい電車がゆっくりゆっくり走っていくというのは、なかなか見ていて面白い風景なんじゃないかなと思います。以上が職員輸送列車のご紹介でした。なかなか可愛いマスコットができたんじゃないかなと思っています。それからですね、こちら水木電車区には今画面の上の方に見えている機動車区というものも併設されています。こちらはですね、水木駅から出ている JR 二浜線で使われている機動車などが配置されている、ちょっとした留置線のようなところになっています。最近この機動車区には新型の特急用機動車が配置されたようで、職員の方がですね、整備訓練であったり運転訓練なんかを受ける様子が見られます。最後になりますが、水木電車区の保存車両を紹介します。この保存車両はオランダから寄贈されたオランダ国鉄で使用されていた電車で、現在も水木電車区内に1編成が残されているという設定です。この保存車両は水木電車区の端っこ、車両工場の近くに専用の留置線を持っていて、ここで普段は整備を受けていて、土日になると本線へ出て行って活躍をしていると、そういう設定です。車両基地を作るとこういうですね、面白い運用の車両なんかもたくさん置くことができるので、なかなかゲームの遊び方としては面白いことができるんじゃないかなと思ってます。ということで、今回の動画は以上となります。今回は車両基地の制作の回でした。ちょっと鉄道好きな方以外にとってはあんまり面白くない内容になってしまったかなと思いますけれども、次からはですね、また街の開発の方を行っていきますので、また次回もですね、見ていただければと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画をはじめ、鉄道模型や鉄道の動画をアップしています。もし興味がありましたら、チャンネルを登録していただけると嬉しいです。不定期でライブ配信も行っておりますので、そういったものもぜひご視聴いただければと思います。それではまた次回も動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。バイバイ。